はい、こんにちは。今回は小さな体ながら KO を量産した日本人の世界王者たちを紹介いたします。ロイヤル小林選手はアマチュア時代にミュンヘンオリンピックに出場し、ベスト8の成績を残したほどトップアマの選手でした。プロ入り後、パンチパーマにヒゲの風貌と左右のフックの強打で KO 仕掛け人と呼ばれました。また敗れはしたものの、アルゲルやウィルフレッド・ゴメフといった怪物級の世界王者と戦いました。1978年1月、WBC 世界スーパーバンタム級王者、リオベルト・リアスコに挑戦いたしました。王者リアスコは、長身のパナマ人ボクサーで、長い距離を得意といたします。一方、小林選手は、接近しての打ち合いが得意なので、プレッシャーをかけ、左ジャブをかいくぐって、接近を試みます。第7ラウンド、小林選手の左フックがついに炸裂し、王者からダウンを奪いました。起き上がった王者リアスコに、小林選手は猛然と襲いかかり、左右のフックを嵐のように浴びせ、王者は再びグロッキー状態に陥りました。続く第8ラウンド、強烈なパンチを浴びせ、再びダウンを奪い、王者は起き上がりますが、再開後、レフリーがすぐに試合を止め、小林選手が WBC 世界スーパーバンタム級王者となりました。世界チャンピオンになりました。ものすごい騒ぎです。世界王者になる前の長谷川穂積選手は、スピードを生かし出入りをしてポイントを取るボクシングでしたが、ウィラポンを下して WBC 世界バンタム級王者になってから、連打やカウンターなどでタウスボクシングに変貌を遂げ、10度防衛のうち7度も KO 勝利で防衛を飾りました。長谷川選手のキャリア最後の試合は、世界3階級制覇を目指しての一戦、WBC 世界スーパーバンタム級王者、ウーゴ・ルイスへの挑戦でした。ウーゴ・ルイスはパワーがあり、長谷川選手より身長が7センチ高く、体の厚みもあり、36勝中32 KO の強打を誇る世界王者なのです。8ラウンド終了後の公開採点で、長谷川選手が有利だったので、9ラウンドにウーゴ・ルイスは猛然と襲いかかってまいりました。
すると長谷川選手は予想外の行動に出たのです。長谷川選手ならテクニックで裁くことができるのですが、決死の覚悟を決めて強打の王者との打ち合いの渦の中に自ら入り、壮絶な打撃戦を演じたのです。海老原選手はファイティング原田選手、青木選手とともにフライ級サンバガラスと呼ばれ、将来を期待されておりました。青木選手や中村選手、チャチャイ千代の湯を破って世界王座に挑戦しました。天性のリズムと絶妙のタイミングから放たれる左ストレートはカミソリパンチと呼ばれ、33の KO 勝利を積み重ねました。海老原選手はその強打から拳の骨折を7回経験したのですが、精神力と根性が尋常ではなく、試合中に拳を骨折しても試合終了まで耐えることもあったのです。元 WBA、WBC世界スーパーウェルター級王者、輪島光一選手は、身長171センチ、リーチ168センチと、スーパーウェルター級でかなり小柄ながら、不屈の闘志とカエル飛びなどの必殺技で、全日本新人王、日本王者と順調に勝ち上がり、ほとんどの試合が KO 勝利でした。輪島選手はデビューから3年4ヶ月で WBA、WBC 世界スーパーウェルター級王者カルメロ・ボッシに挑戦いたしました。王者ボッシはローマオリンピックで銀メダルを獲得した正統派のアウトボクサーで、対する輪島選手は25歳でデビューして以来、八方破れの変則ボクシングが特徴なのです。そして輪島選手は5ラウンドに膠着状態を打破するためにカエル飛びを敢行いたしました。輪島選手はボッシから奪った王座の6度目の防衛戦でオリベイラを迎えました。戦前の予想で圧倒的不利と言われていた輪島選手は、この試合でタクシーに乗車している時にひらめいたあっち向いたホイパンチを炸裂させました。輪島選手は変速パンチばかりでなく、左ジャブや左フックが強く、2度目の防衛戦では大きな相手を左フックで KO いたしました。元 WBC
世界スーパーバンタム級王者西岡俊明選手の代名詞はモンスターレフトと呼ばれた鋭い左ストレートです。世界王者となった西岡選手は2度目の防衛戦でジョニー・ゴンザレスと戦いましたが、ゴンザレスの地元メキシコでの一戦だったため激しいブーイングの中防衛戦を行いました。ゴンザレスは元 WBO 世界バンタム級王者で2階級制覇を目指し西岡選手に挑戦してまいりました。バンタム級時代はフェルナンド・モンティエルに勝利しており、またこの試合の2年後に長谷川選手を KO したハードパンチャーです。初回にダウンを喫した西岡選手は、敵地では判定で勝てないと意を決し、3ラウンドに勝負に出ました。やったぞというこの叫びがメキシコモントレーに響きます。